ララ、おはようフララ、ありがとうございます。ちょっと待ってください。なんかさ、画面が顔が入らない、どうしよう。あ、 OK かな。前髪が長いな。こんばんは、おはようキララ、イエイ、おはようキララ。おはようキララ、上杉さん、ヤホヤホ、森進さん、こんばんは、羽山さん、こんばんは、リリーさん、こんばんは、キッチンさん、こんばんは、葉っぱさん、おはようキララ、こんばんキララ、ヤホマル、ヤホマル。袖がボロボロよ。こういうデザインですね。これは最近のお気に入りの洋服です。めっちゃ可愛いの。おはようキララ。ムサールさん、テレテレ坊主ありがとうございます。埼玉山添さん、こんばんは、おはようキララ。今日はね、なんかいつもよりちょっと早めの配信かもしれないね。昨日ね、チャキちゃんが365日、1年ってすごいですね、本当に。そらちゃんが今日ですね。わあ、おめでとう。おめでとう。本当に1年ってすごいですよね。だってすごいよね。1年って本当にすごいよね。毎日ってわけですもんね。すごい。こんばんは。おはようキララ。皆さん、おはようキララたくさん使ってください。ヤッホーヤッホー。こんばんは。久々ね。あ、テレポ書こう。明日はパジャマドライブ公演ですね。すごい楽しみです。イエイ。全然毎日アイドルじゃない、昨日やってないですもんね。おやすみ早い。おやすみ。シガーレイさん、こんばんは。ブーブケさん、こんばんは。そう、今日はちょっと早めの配信、いつも8時半とかだったからね、9時とかだけど、今日はなんかね、早くしようと思って。おはようキララ、イエイ。こんばんは。なんかね、昨日ね、でもみんなの配信見てた。私は昨日焼肉を友達と食べたからね、そうやってなかったんですけども、晩ご飯食べました。今日餅アイス食べたんですよ。めっちゃ美味しかった。そう、めっちゃ美味しかった。お餅アイスっていうねやつで、カフェオレ味とキャラメルのやつ食べたんですけど、私はキャラメルの方が好きだった。どっちも好きなんですけど。そう、おじやけるら感じ、ありがとう。ポコートチーズさん、バン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 、明日クララチャートお手紙お得やった、ありがとうございます。そんな似てないですよ。雪見大福ではないよ。雪見大福ではない。なんか雪見大福よりめっちゃ餅感が強いの。そう、なんか雪見大福より餅のなんか餅が分厚いみたいなやつ。 R さん、こんばんは。こんばんは。ゆりさんにお誕生日おめでとうございますって LINE しました。そう、めっちゃ緊張した。 LINE するだけでも。夏はスイカバーね。なんかさ、最近スイカの、食パンがあるのを見つけました。だけど味どんなのだろうと思ってね。どんなのなんだろう。
最近は暑くてね。でも明日からまた雨ですか？なんか劇場公演の時雨多い気がする。本当にこの間もね雨でした。劇場公演の日土曜日だけだけ日曜日晴れてたし、月間も晴れてるのに、あれですね、明日また雨で、本当に劇場公演の時に雨が多いですね。私雨女だからかな。晩は、そう、私雨女なんですよきっとね、多分だからかな。なんか本当に雨多くないですか最近？パジャドラ雨多い気がする。なんかわからないけども、そう、なんかねスノーでねめっちゃいろんなスタンプあったからね撮ったんだけど今日は8時半までの予定です。アッキーさんこんばんは。こんばんは。土曜の声楽しかったです。あ、ありがとうございます。すずまさんこんばんは。こんばんは。いちごのスタンプもありがとういちごの寒ぶりみたいなね。なんかね今日スーパー行ったらプラムみたいなのが売ってて、プラム食べたくなりました。エイトさんの公演雨ので曲増える。そうなの？そうなんだ。セナタも雨女ですよ。あ、一緒だ。じゃあだからかな雨女多いのかな。思い屋さんこんばんは。こんばんは。シノタンさん出勤です。あ、ありがとうございます。はじめまして。キリンさん、ユキリンさんの公演、あのセットリスト考えてくださる公演昨日発表されてました。アキラさんこんばんは。なんか必ずってわけでもないんだけど雨の割合が多い。私はこんばんは。明日の劇場出た。残念です。また申し込んでください。来てください。でも私は晴れ女になりたい。全然なんか雨女よりやっぱ晴れ女の方がいい。なんか雨だと湿気でさダメだから。私そう湿気ねやられるからね、本当に大変だよね湿気って。でもさまださ東北とかの方、東北東日本西日本かな、西日本かな、梅雨入りしてないんですよね。ね、なんかもうなんか梅雨明けたようなさ晴れじゃないですか。この前雨降ってて、だけどまだ梅雨入りしてないところもあるみたいでさ。ゆきさんこんばんは。セナタンとゆずかちゃんが英語に全然出てたね。あ、そうだ、今日そうだね、18日だね。そうだそうだ、妖精私もやりたいですね。ストレート？ストレートかな？ありがとう。全国ツアー緊急で出れたらいいね。ねえ、まだ分からないけど出れたら嬉しい。ね、緊急生も出れるって。私歌頑張らない。歌重視って言ってて、私歌苦手だからさ。こんばんは。こんばんは。私も養成やりたい。髪切れ、本当にありがとう。でもね今日枝毛がねちょっとあってね、授業中さめっちゃ増えて見ちゃってた。ちょっと眠すぎて寝るよりはいいかなと思っちゃったそうなんかね寝るのダメかなと思ってさ頑張って枝毛探してました眠くて。ほら、歌が好きでありがとう。見てたけど仕事も寝ました。頑張ってください。可愛いの、だって全然なんかね、ノアニャンってニャンニャンで思い出したけど、鶴島ノアさんってモデルさんがいてめっちゃ可愛いです。ポップティーンのモデルさんなんですけどめっちゃ可愛い。あとね、カノンさんっていうモデルさんがいて同い年なんですけどめっちゃ可愛い。本当に目がでかくてスタイル良くて可愛くて、もう私はあの顔とスタイルが欲しいです全部が欲しい。可愛くて本当に可愛いんです。そういいよね。豆柴さんハートありがとうございます。マサルさんハートとだるまと可愛いとうまありがとうございます。
かなとしさん、こんばんは。こんばんは。そう、私さ、まだ3000人のさ、記念配信してなくてさ、なんかありますかね、いい案。ちょっとね、まだ本当に何するか決まってなくて。そう、どうしましょう。いい案あるかな、どうしようと思って。この場所でできるやつ、あとカラオケ配信以外です。何かありますかね。何かありますか。なんだろう、なんだろうな。アポロね、こうやって持ってつければいいかな。小池屋の工場直送ポテトチップスなんとかす、工場直送だって。美味しそう。たくさん食べる配信。幸せだそれは。私は本当にオムライスとフレンチトースト食べに行きたい。本当にこの前クルルンさんとご飯行った時食べたんですけど、もう美味しすぎて、もうね、もっと他のお店も食べたくなったの。そう、今は3000人記念まだやってないから何しようかなっていうお話です。そう、どうしよう。本当になんかおすすめのね、オムライス屋さんとかフレンチトースト屋さん教えてください。本当にね、フレンチトーストとかオムライス大好きなの今。ベーグルも大好き。最近パン大好きでね。そう、すごく大好きです。今週テスト結果なの。わー、大変だ。私はテスト終わったんですけど、頑張ってください。わー、テスト期間って大変ですよね、本当に。私もね、私もあー、でも、あ、もうすぐテスト期間になるわ。そうだ、違うんですよ。この前テスト終わったわけだから油断してたらさ、私はもうすぐテスト期間だ。テスト期間、うん、もうすぐ。やば、時の流れが早すぎてびっくりした今。そうだ、この間終わったばっかのにさ、もうテスト期間だ。いや、まだだけど、もうすぐで、あと何日かでテスト期間になるっていう早さ。うわー、今現実を思い出した。頑張ります。私も勉強しないと。なんかね、学校行ってると毎日、あの、よし、今日こそは勉強道具持って帰って、もう今からやろうと思ってるんですよ。そう、今からね、思ってたんですよ、私。だけど毎回さ、学校帰るとさ、忘れてるっていうね。で、今思い出すっていう感じですね。忘れてた。なんかね、でも学校にいるとね、よし、今日こそもう勉強道具持って帰ろうって思ってるんだけどさ、忘れちゃう。1の位が5の数字を2乗すると25になること。5は25とか 15×15。 でも私12以上の計算は分かんない。 13×13 は何だ。 12×12 は144で分かるんですけど、 12×12 は12×12 は144で、 13×13 は何でしたっけ。169。 13×13 は 14×14 はもう分かんない。四四十六、5196、合ってるかな。 15×15 は何だ。数学はめちゃくちゃ苦手。 15×10225 か。おー、25になってる。ほんとだ。私は筆算しないとわかんない。14は196か。
数学は私は本当に苦手ですね。今言ってるのも本当に全くわからないですもん。もう何これみたいな感じですね。本当に数学は苦手です。まあ、数学以外も英語とか苦手なんですけど、英語めっちゃ苦手。わかんないの本当に。古典もね、古典みたいなやつもわかんない私。なんか助動詞とかもなんかすごい結構昔のやつじゃないですか。中学生とかわかるやつですよ多分。中学の時全然さ、なんか助動詞とか理解しようとしてなかったから、いまだにちょっと助動詞とかよくわかんないですね。14件196件25件25 625 625。本当だ。こんばんみ、まさぽんさん、こんばんは。おきどきひろたみさん、こんばんは。毎日は、私は、おき弁派なので、教材は全部学校だから なんかテスト前に自分で持って帰らないと何も持って帰ってないから、なんかね、家で勉強しようがないんです、今なくて。わー、早いな。りおなちゃん、こんばんは、こんばんは。頭良さそう。なんかね、見た目ね、頭良さそう言われるけど、本当に全く頭良くないんですよ、私。本当にね、頭悪いです。なんか、でもね、すごい小学校の時とか、私、眼鏡だったから、めっちゃ第一印象真面目に見られてて、なんかすごいね、立った時に、時が、最初真面目に見えたみたいな言われるパターンだった。髪の毛すぐサラサラ、本当に、全然だよ。嬉しい、ありがとうございます。眼鏡かけてたの、そう、私ね、めっちゃ、今0.1ないぐらい、本当に目悪くて、めっちゃ目悪いんですけど、もうね、眼鏡の時、でも私、中3ぐらいまで眼鏡でずっと、めっちゃ黒歴史ですよ、私、本当に眼鏡似合わないし、そう、眼鏡似合わないんです。眼鏡、私ね、全然、なんかね、今も普通に夜とか、普通にコンタクト外したら、もう眼鏡なんですけど、もうね、一気にね、昭和感と言いますか って言われたお姉ちゃんに、昭和感増すね、みたいな。今も眼鏡かけたら、目がね、ちょっと悪くなりますね、コンタクトしてるので。今、眼鏡ないんですけど、眼鏡、本当に似合わないですよ。なんか普通の伊達眼鏡みたいなら、普通なんかめっちゃ探せばあるかもしれないですよ。だけどなんか度が強すぎて、リアル眼鏡っていう度が強すぎて目がもうこんなになるから、そう、リアル眼鏡はできないですね。そう、フォローしました、やった、ありがとうございます。牛乳瓶の底のような眼鏡か。いや、丸眼鏡じゃない、普通の眼鏡だよ、茶色の。そう、なんかね、度が強すぎて目がこんなになるんですよね。こんばんクララ、ありがとう。まさのみさん、こんばんクララ、イェイ。おはようクララ、イェイ。やった、フォローしてくださった、嬉しい。そう、95の20は9220、9025、難しいね。引き算とか私苦手な、意外と引き算苦手。眼鏡配信ですか？苦労はしたことない、あんまり。そう、めっちゃ目悪いです、私。なんかね、なんか本当に徐々に眼鏡が、眼鏡が 度が強くなっていくんですよ。目が小さくなるのも逆にかわいそう。そう、目がね、度が強すぎて目がちっちゃくなっちゃうの。視力は私本当に0.1ないぐらいだと思うのとか なんか言い方おかしくなっちゃった。0.1ないぐらいです、全然、多分 DD 両方 D。 そう、全然目が悪いですね。そう、想像にお任せいたします。似合うって言ってくれるの嬉しい。想像にお任せいたします。
おうちゃんさん、うま、ありがとうございます。ロカブさん、ハートありがとうございます。マサルさん、カエルとバラありがとうございます。コンタクトつけてればね、見えますよ。だけどさ、最近ね、度がね、またなんかすぐ度が合わなくなっちゃうんです。どうしたらいいですか？このままどんどん悪くなったら、私もなんかつけれるコンタクトがなくなりそうで怖いぐらい今めっちゃ目悪くて。でも今コンタクトしてるからあれは見えますよ、客席もちろん見えます。お腹すいたけどまず仕事中、おー頑張ってください。応援中コンタクトつけて落ちたりしないの大丈夫です。そうだけどね、たまに公演中とかじゃなくて目こすっちゃって、なんか目こすったら一回だけね、裏側行っちゃったことある。裏側というか上とか行っちゃって、ゆずきちゃんだ、わあ久しぶり、嬉しい、めっちゃ久しぶり。ゆずきちゃん、おしさえ見えます、見えますね。ゆずきちゃん、なんか久しぶり、嬉しい嬉しい。そうそう、一回だけ上に行ったことがある。なんか結構手頑張って出したりしたけどさ、めっちゃ怖かった。でもね、 0.02 だと 0.02 落ちちゃったらやばいじゃないですか。 0.02 ってすごい。え、度数、あ、コンタクトどんぐらいですか？コンタクトって度数どんぐらいあるんだろう。めっちゃって言っても日曜日ぶりだね、確かに。あ、日曜日ぶり、日曜日、土曜日ぶりじゃない、土曜日ぶり、土曜日ぶり。でもなんかさ、なんかすごい合ってないように思える。チーム A の、そうね、今日セナタンとユズが出て私も出たいですね。週末ぶり、うん、週末にパジャマドライブ公園で会いました。うん。だるまやっこ、ありがとうございます。はっさくさん。帰る。梅雨だからかな。でもゆずきちゃん結構前から帰る。泣きがする。かわいいね。帰る。かわいい。今マイナス 7.5。あ、7.5。10ぐらいまであるのかな。私、6。6.00 みたいな、めっちゃ悪いんですよ本当に。マイナス4、私マイナス6かな、めっちゃ悪くて。明日はそうプレトラだから会いますね、ゆずきちゃんと。嬉しい嬉しい、プレトラだね。そうなんですよ、パジャドライ、タパジャマドライブ公演です。左右なんかね、前はこっちが 5.50 でこっちが 6.0 とかだったんですけど、 6.00 だったけど、なんか同じになりました。眼科行ったら、うん、眼科行ったら、最近また行ったらね、フレンチトーストにキュウイチゴやキュウイ、いや絶対美味しい、フルーツ大好きです。もうフレンチトースト食べたい、あとオムライス食べたい、なんかふわっとろな、ふわっとろふわふわでとっとろなオムライスが食べたいです。髪伸びた、うん伸びたかもしれん、髪絶賛伸び中。おめでたく生誕シャツおしゃれで可愛かったです。えー嬉しい、ありがとうございます。8月の握手会の真ん中の時に着るので、ぜひ皆さん来てください。2回も前で言わせてた、ゆずきちゃん可愛かった、2回可愛かったね、ゆずきちゃん。ジャンネ MC ですか、可愛いね。当分伸ばすの、迷い中だけど、私量が今多くて、なんかね、もわーって梅雨とかやばいから切りたい気持ちもあるけど、でもね、なんか量だけ減らしたい私は。そう、量を減らしてすいて伸ばそうかなって思ってる。伸ばしてみたいな、一回ロングに。だけどまあなんだ、量は少なくしたいから迷ってる。ロング似合ってる、あーありがとう。
なんかね、私本当に量が多くて量少なくなりたいんですよ、本当に。でさ、なんかそう、夏ね、おろしてると暑いですよね。私本当に代謝が良くて歩いてるだけで汗かくんですよ。汗とかもう朝駅までこう歩いてるだけで私は汗かく人だから、本当に汗かくんですよ、代謝が良すぎて。だからね、本当に髪の毛下ろしてるともう暑いですね。だけどポニーテールもね、夏ポニーテール多いかも、多い、多くないか、でも下ろしてるかな。昨日はね、ポニーテールしてました。なんか髪伸びた気がする、私も。確かに強風の時、そう、前髪とかも全部なくなります、私。そう、なんかね、髪の毛もパーンってなくなりますよね、雨あると。ん、雨じゃない、風か。夏休みしたことたくさんが楽しみ、そう、私もね、今からもう夏休みが楽しみで、早く夏休みならないかなって。もう今日とかカレンダー見て、あとこんぐらい行ったら、あ、もう夏休みだみたいなのを考えてました、一人で授業中。 めちゃくちゃさ、夏休み楽しみ、本当に楽しみね。まだなんかこれするって決まってないけど、もう夏休みっていう言葉が大好きだからね、嬉しいですね。夏休みね、だって高校生最後の夏休みですしね、やばいね。あー、悲しい、学生最後の、高校生最後の夏休み早かった。なんか小学校の時からさ、なんか小学校6年間で、中学校3年間で、高校3年間あったのに、もうあっという間だった、本当に。愛梨ちゃん、泣かない愛梨ちゃん、かわいいよね。宿題ね、そう、テストがあるね。そう、高校3年生です。 LJK、 そう、ラスト、今年が最後なんです。どうしよう、本当に早すぎてびっくりしてる今。どうしよう、早い。なんかさ、小学校の時からすごいあっという間だった、振り返ると。私はまだ学生で、高校生でいたい。なんかさ、高校生が一番いいんですよ、私は。なんか高校生が一番いい。もうさ、18歳になっちゃったから、私結構もう大人な年じゃないですか。だけどさ、なんか追いついてない 精神年齢と。18歳っていう、もう18歳って言えば大人だけど、私の中では。だけど全然野戦ぽさん、こんばんは。ずっと国士で、そう、私もずっと、なんかもう高3の、高 3? 高 2? 高3、高2のぐらいでいたいですね。高2はね、本当にね、楽しかった。高2すごい楽しかったです。もう今もめっちゃ楽しいです。もう毎日楽しい、私は。なんかすごいね、全部充実してる、多分。私は。わかんない。でもなんかもうね、優柔不断すぎて、本当に自分がどんなことに関しても、それに今困っています。なんか決断力がなくて今困っています。あゆさん、せなたんと同い年、みんながと、本当に見た目は年に追いついてるのかもしれない だけど脳が全然追いついてないですよ、もう。18歳に思えないもんだって。もうね、優柔不断、決断力がなくて欲しい、決断力が。学校で流行りのこと、わかんない、なんだろう、流行り、特に流行りはな、かないような。誕生日は5月22日で、お、私と1日違いだ。私5月の21日です。おめでとうございます。優柔不断な子すごく好き、本当に。私本当に優柔不断すぎて決断力がなくてですね、本当に全然欲しい、決断力が欲しい。あるで、ある、あるあるだよね、あるあるですよね、本当に。あるある、本当に
けど学校で話なんとか話しかけられたり、いやそんなことない、普通に友達と話してるぐらいですね。ね、でも楽しいです、うん、でも本当にね、授業中は毎回眠くなる。さてさん、ハートありがとうございます。まさゆさん、ハートとバラありがとうございます。スラカイブさん、カエルありがとうございます。お腹減った、お腹減ったよ。あと30分で終了。全然全然全然、そんな、私そんなそんなそんなですよ。でも私もさ、めっちゃさ、あの将来真面目だ、あありがとうございます。なんかさ、すごいなんか好きな芸、その芸能人アイドルの方だが、その来るみたいなことを考えてたことあった。すごいなんか、すごいなんか企画でいきなりなんか来てみたいな、すごい考えてたことあった明日の番です、あなたの番です、ですか。私見てないです。だけど可愛らしいですね。だけどさ、お姉ちゃんがさ、ちょっと見てて録画がついてて、なんかすっごいね、でもあなたのバレスって知らなくて、なんかすっごい怖そうなのが流れてて、なんか、え、これあなたの番ですって聞いたら、そうって言ってて、あー怖いんだと思って部屋に戻った怖そうだったから、ドッキリみたいな、なんかさ、そう企画でなんかとかすごい思ってた時あった、うん、面白いよね。なぜなんか大好きだしね。私1話も見てない、今ドラマ何も見てない。いい意味で公園と違うのね、本当に。どんな感じですか公園、気になる。フォローしました、やった、ありがとうございます。そのドラマ結構見てるメンバーいるね。うん、友達とかもいる。だけどすごい人気ですよね。なんかさ、今日じゃないよ、この前あの朝のニュースとかでも言ってた、あなたのバーレスがすごい苦手です、あ苦手ですよね、間違えた、あのすごく人気ですってすごく人気ですっていうのがなんかニュースでやってた。おはようクララ、ありがとう。おはようクララ、そうなんかねやってたよ、人気だって。でも何も今、アラジンの私 4DX ですか、 4DX が見てみたい。今座席動くのかな、なんか座席動くんですか 4DX って。見たことないからわかんないんですけど、アラジンの 4DX を見たい。私見たことないから苦手とかわかんないんだけど、でも面白そうですよね、みんな面白い言ってるから人気みたいです。テレビでやってた、そうアニメのやつはね見ました。そうこの前アラジン初めて見て、でねめっちゃ面白かったんで、映画が見たくなって 4DX 見たいなと思って、でも 4DX ってどうなんだろうと思って、そうどんな感じなんだろうと思ってるんですね。座席が動くのかな 4DX って。座席動かないか、水とかが降ってくるやつとか、どうなるなんだろう。座席動いたら絶対楽しい。でもポップコーン持ってたらさ、席、席動くの、めっちゃ見たい。ポップコーン持ってたら大変ですね。 4DX 見たい、座席動く、じゃあさ、なんかさ絨毯で飛ぶとかとかわーとかなんか、 4DX 見たい、いいな。4DX 見たい、アラジンの。ちょっと今度見に行こう。ポップコーンはでも塩が好き、なんかねキャラメルと塩が結構定番にあるじゃないですか。でだけどキャラメルだけだとなんか最後飽きてきちゃうし、だからキャラメルでも塩味だけじゃなくてキャラメルも食べたいから、あのハーフ&ハーフ、あの
キャラメルと塩味とかの半分がいい私は。そう、塩も食べたいしキャラメルも食べたいから半分半分が好き。だから毎回半分半分にしてる。そう、なんかキャラメルの甘いのとなんか塩のちゃんと塩のやつでちょうどいいんですよ。なんか甘すぎず。そうそう、UFODX いいなぁ。映画館のポップコーンね、映画館の雰囲気も大好き。なんかギャレットみたい。ギャレットポップコーンなんかさ、原宿にいっぱいあるよね。いっぱいじゃないけど原宿でいっぱい並んでる。なんかいつも行ったことないけど行きたい。いつもね、いい匂いって思って前通ってさ、だけどさ食べないんですよね。映画とか10年ぐらい行ってない。私この間ね、飛んで埼玉を見に行きました。 USJ のハリポッターもそんな感じだったんだ。 USJ 行ったことなくてですね、行きたい。ハーフワンダーハーフいいよね。ね、いいよね。あー食べたい。チーズ味とキャラメル味、チーズ味食べたことない。やっぱ映画界によっても違うのかな。でもね、私ポップコーン大好きで、ディズニー行った時にすごい3杯ぐらいおかわりした。なんかバケットあるじゃないですか、あれを家から持ってって、最初なんチョコレートミルクティー味食べたのかな。チョコレートミルクティー、あのバケット1杯食べて、その時にハニー味をおかわりして、あのバター醤油味をおかわりして、カレー味をおかわりして食べました。やばくないですか、1日にさそんな食べちゃう。やっぱディズニーマジックですね。3杯4杯かな、4種類食べたから4杯。そう食べたんですよ。ミルクティー、バター醤油、カレー味、ハニー味、4杯食べて。でもなんかディズニーだからさ普通に食べれちゃったけどさ、普通に考えたらやばくないですか。しかもなんかレギュラーボックスとかじゃなくて、あのちゃんとあのバケットに全部入れたからやばい量ですよね。そうで、それ以外にもめた、あのお肉も食べたし、なんかピザとかも食べたし、めっちゃ食べたんですよ。なんかね、でも私が一番好きなのはハニー味です。本当にハニー味大好きで、あの本当にハニー味、リトルグリーマンは一回だけ食べたんですよ。あの頬のアンドラさんで、キョウカちゃんとセナタンとユズと行ったんですよ、ランドに。その時に初めてリトルグリーマン食べて、めっちゃ美味しかった。食事まで、そう、全然食事もたくさんしたし、そう、ハニー味本当に大好き。私ハニー味が一番好きなんです。そう、なんかランドだけかなと思ったら、この間 C 行ったら C にもハニー味売ってて買いました。握手してみたいです。あ、待ってます。次は8月までないけど待ってます。ハート500個もありがとうございます。アキーさんハートありがとうございます。オムライスはケチャップが、どっちも派、全然どっちも派。かわいい、嬉しい、ありがとうございます。乗り物や食べ物、あーでも食べ物も乗り物も、あのね、でもシートなんで、選びがたい。ハニー味は本当に美味しい。なんかね、この間シー行ったらターブテラーは乗らなかったんですけど、ターブテラー以外のジェットコースターは乗りました。そう、絶叫系めっちゃ乗る。そう大好き。ターブテラー乗りたかったなと思って、だけど乗れない子が多くて乗らなかった。そう、ターブテラー1回しかまだ乗ったことなくて乗りたいですね。チュラス、あ、そうチュラスも食べました。もうチュラスね、あのね、ホーのみんなと行った時はあのいちご味食べて、で、あのハニん、メロン、バターアメ味をキョウカちゃんと半分こしました。あやかんちゃんこんばんは、こんばんは。ターブテラーめっちゃ楽しい記憶がある。一回しか乗ったことないけどね、違う、あのそのホーで行った時に初めて私はあのチュロスをね、ディズニーのチュロスを初めて食べたんですよ。で
なんか初めてチュロスを食べたんですけど、めっちゃ美味しくて本当に感動しました。本当になんかこんな美味しかったなと思って、本当にそっからディズニー行くたび毎回食べてるチュロスは1本は。でね、なんかこの前強いた時は普通の、シナモン味のチュロスを食べたんですよ。だけどポテチローみたいなやつがあるらしくて、なんかポテチローっていうのがすごい美味しいよって言ってる友達がいて、それ食べたかったけど並んでて食べれなくて、だから次 C 行ったら絶対食べる。ポテトチュース食べたことある方いますか？なんかめっちゃ美味しいらしいんです。そう、チュロス本当好き。そう、チュロス有名ね。本当にね、ディズニーのチュロスの美味しさになんかびっくりしました。ポテチローじゃなくて ポテチュロ、なんかポテトのチュロスみたいな、チュロスのポテト味みたいなが、ディズニーに売ってるらしいです。そう、食べたことないんだけど、そう、ポテトチュロス、そうそうそう。ねえ、食べたい、ポテチロ。今度行って食べよう、ね、食べてみてください。私も今度行ったら食べる、絶対。C にあるらしい。デミグラスソースにタルタルソース。うわー、美味しそう。絶対美味しい。わお、いいな。今何時だろう。12分だ。うまっ。ありがとうございます。そう、ぜひ皆さん食べてみてください。美味しいらしいです。そう、美味しいらしいです。いい笑顔だ ありがとうございます。ピューロランド見てみたい。そうなの。私も今めっちゃピューロランド行きたいんです。めっちゃなんかいい言えてた今。ピューロランドにめっちゃ行きたくて。そう、かわいいよね。めっちゃ行きたい。1233、こんばんはす、こんばんは。めっちゃ行きたい。あとさ、なんかピューロランドも行きたいし、そのサンリオのキャラクターのご飯が食べれるカフェみたいのも行きたいし、めっちゃ行きたい。いいよね、白カブさん、いいね、ありがとうございます。シナモンカフェとか、そのポムポムプリンカフェとか、ピューロランドも行きたいし、めっちゃ行きたいの、本当に。こんばんは。夜公演楽しかったよ、フミヤさん。ありがとうございます。嬉しい。この間の土曜日ですかね、夜公演は、最近のは。ありがとうございます。クスタンカフェ、行ったことない、すご。そう、今度ね、ピューロランド行こうってメンバーと、あるメンバーたちと 約束した。夏休みかなって言ってる。イエイ、めっちゃ楽しみだから、もう本当に楽しみ、早く夏休みになってほしいです。サイディネクロートめっちゃ見えた、本当にありがとうございます。嬉しい。サイデンってすごいですね、本当に。サイデンってもうなんかもう本当にすごいですよね。音符ありがとうございます。ピューロランドね、私めっちゃちっちゃい頃にしか行ったことないからわかんない、混んでるか混んでないか。そう、夏休みに行く予定でございます。イエイ、ごめん、暑いね。早く見せた、せめた。8月ですね。でもさ、夏休みになったらもう8月だからね。8月は早く来てほしいですよね。私も早く、最近握手会ないから、早く握手会の日になってほしいですね。こんばんは、こんばんは。最前なかなか座れない。最前ってすごいですよね、本当に。土曜昼で3回連続最前になって、運が強いですね。すごい。最前3回連続だって、すごい。金城さん、こんばんは。夏休み待ちでしょ。そう、もう夏休みのこと考えてる 夏休みに早くなってほしいですね、本当に。
海行きたい。わかる、海行ってスイカ割りしたいな。2回連続、あ、優勝はなんだっけ、一番最後ってことでしたっけ。そう、夏休みはそうだよね、学生しかないですもんね。なんとかしまうから知れないと思った。なんだ最善、私も最善、私は、うん、最善触ったことないんですけどね。でもなんかすごい近いってすごいなって思います。なんかすごい間近にさ、その応援してる方をさ1時間半ぐらいなんかずっと見れるって、すごいなってすごいね私は思う。なんか絶対嬉しいと思って、私も絶対嬉しいなと思って。準優勝は何ですか、最後から2番目とか。 JK 最後の夏休み、そうね、毎日を絶対充実させる。でかいでみゆちゃんと同じ目に食べてきて、お願い。お腹いっぱいで聞くの、本当に。でも私もお腹いっぱいだった。でもあの後卵蒸しパン食べたまたラーメン食べたい。私は美味しいラーメン屋さんも行きたいですね。最後か2番目、あ、そうなんだ。準優キャン待ちのラスト枠が一番くじ、パチドラ公演を最前で見たい。ぜひぜひ見に来てください。ゆうさん、この前の土曜日に最前列だったよ。すごい。どうでしたか、どんな感じでしたか、私のパフォーマンスは。どんな感じでしたかね。ちょっとね、もっと頑張ります。最近は天使の尻尾が多いですね、私。天使の尻尾をのユニットが多いかもしれない最近は。なんか最善ね、すごいですね。かわいい花束バラ、ありがとうございます。これもすごい、ぜひ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 来てください。座席よりもまずこうやってないと出てください。天使の尻尾、天使の尻尾ね、スナタンとメグミンが天使でした。パジャマドライブ公演、そうです、研究生公演でパジャマドライブ公演やってて、はい、ぜひ見に来てください。天使の尻尾すごい可愛い、嬉しい、ありがとうございます。重力が見たい難しい。キリンさんとマユユさんの時に最善、すごっすごっ、すごっ。クララ生誕いろいろから、おー、ありがとうございます。すごい。私はでもなんか、私は劇場公演行ったことはなかったんですよ、 AKB 入る前に。コンサートとか行った時はめっちゃ上の席から見てたから、なんかすごい近くで見れるってすごいなって思ってた。さくさん、アイスありがとうございます。アイスはアイス、今日はアイスね、こんぐらいのやつ2個食べました。なんかね、チョコミントのカントリーマミも食べてめっちゃ美味しかった。テモテモの涙やりたい。今まで踊った一番難しかった曲なんだろう、でもなんだろう、なんだろうな、でもやっぱりなんだろう、一番難しかった曲、でもコンサートでやったセブンティーンとかだったっけな、とかもすごい難しかったし、ノーエマも難しいし、なんかいっぱいありました。ヒザトリポットのクロロが好きです、嬉しい。
こうやって決めポーズを4つ、必殺ポーズか、こうやってこうやってよくしてる。私は大体はこうやってこうやってこうやって、なあと1個何やってるんだろう、忘れちゃった。そう、めっちゃでもちっちゃい頃なんですけど、そう、メープルさんこんばんは。スペインジウム光線なんだろう、日立テレポート好きです。初日好きです。でも本当になんか初日の衣装来たり来させていただいたりすごいですよね。なんか私も本当に初日が好きで、そうなんか初日歌えて踊って踊れるのがすごい嬉しいです。なんか希望についてっていう曲あるじゃないですか、あの曲好きで、そういつかやりたいです、すごい好きなんです、希望について。好きねえ、初日好き、初日いいですよね。すごい、あのやっぱりあのあれですね、 AKB0048 の曲中のやつすごい全部好き、希望についてとか初日も中にそれで初めて聞いたんですけど、あと地名公園のあれ、星の向こう側みたいなやつあれ合ってるかな、星の向こう側みたいなありますか。そうめっちゃびっくりした、風船割れたの、黄色のが割れちゃってちょっと申し訳なかった、私がこうやって手を離したやつ、そうちょっと申し訳なかった、なんでめっちゃびっくりした。0048めっちゃ好き。あと私あれ好きなんです。グリーンフラッシュフレッシュ、グリーンフラッシュかフレッシュみたいなやつ。合ってる、よかった。それ好き。あとグリーンフラッシュみたいなフレッシュどっちですか？わかんない。グリーンどっちだ？だけどそれが好き。です。フラッシュか、グリーンフラッシュ、そうグリーンフラッシュ好きですそうグリーンフラッシュか好きです。フラッシュいい曲ですよね。そう途中にラップ入ってるやつです。ラップ後で言えない気がする、難しい、だけどかっこよくて好きです。ね、ラップですよね、かっこいい。ではランキングを読みます。13位星健さんありがとうございます。12位月のしずくさんありがとうございます。12位月のしずくさんありがとうございます。うん、変わった。13位星健さんありがとうございます。12位月のしずくさんありがとうございます。11位アッキーさんありがとうございます。10位ぶっちゃんさんありがとうございます。9位埼玉山添さんありがとうございます。8位中身さんありがとうございます。7位龍河さんありがとうございます。6位ウッシーさんありがとうございます。5位ひろいものさんありがとうございます。4位ひろクララが一番大好きなまさるさんありがとうございます。3位スロー、間違えた、3位おーちゃんさんありがとうございます。2位スローカーブさん、2位スローカーブさんありがとうございます。1位サクさんありがとうございます。ありがとうございます。明日は公演なので配信はないと思います。ぜひ皆さんフォローしてください。推薦コメントも待ってます。
とうございました。見てくださって、おやすみくらら。明日の公演頑張ってね。頑張ります。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございました。またね、またね。今日も小屋さんはそんな見てくださってありがとうございました。では切ります。あれ切れない。ありがとうございました。